任期満了に伴う大蔵村長選挙が告示され。現職が立候補を届け出ました。今のところ、他に出馬の動きはなく。無投票の降参が大きくなっています。大蔵村長選挙に立候補したのは。現職で5回目の当選を目指す。加藤雅美さんです。大きな課題としては。この。 コロナウイルス感染症による村内の疲弊した経済の再生でございますしっかりと村独自の対策を立てながら、なんとか元気な大蔵村を再生してまいりたいというふうに考えているところでございます立候補の受付は午後5時で締め切られますが、今のところ、加藤さん以外に立候補の動きはなく。 無投票の降参が大きくなっています大蔵村の有権者数は昨日現在2542人となっています